とうございました。お疲れ様です。それではまず今回のオープンサークを通して感じたことをお願いします。はい、つながりを大事にしたいと思いました。そうですね、足元の悪い中お台場シムまでね、わざわざこの朝早い時に ね来てくれたので、まあこのつながりをね今後も続けていけたらと思います。来てくれてありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは次に、今の学生ダンス界をどう思うかお願いします。すごいなんかダンス緊張してる、めっちゃ緊張してるっすね。学生ダンスシーンについて語るんだぜ。すごい上手い人が増えてきて、なんかそういう、なんだろうな、ダンサーとしてのそういうプロ意識じゃないけど、なんかすごい誇りを持って踊ってる人がいっぱいいて、それはすごいいいなって思うんですけど、あんまり自分がなんかそういうダンサーじゃなかった分、なんか学生だからもっと楽しく踊るだったり、あとその必死に、まあ、学生のその4年間とかでしかできないその必死がむしゃらになって踊ることの大切さだったりとかを、もっとなんつうの、その必死になることを楽しむだったり、楽しむことを第一に考えたりっていう、そういう学生ダンスシーンももっと増えてたらいいじゃないかなって思います。ありがとうございます。それでは最後に、今回のコマセに一言お願いします。はい、あ、私から。そう、さっきね、ほぼ言っちゃったんだね、謎に。おー、足元のね、悪い中お台場シムスタジオまでわざわざ来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。見た感じね、ロッカーだけじゃなくてブレイカー、ジャザー、ポッパー、ブレイカーワックもいた、もいて、すごい苦戦したと。いや、うるさい、うるさい、足元、うるさい、足元でも、みんななんかこう挑戦みたいな気持ちで多分来てくれたと思うんですけど、なんかね、みんな最終的に楽しんでケラケラ笑って踊ってくれたので、それが何よりかなと思いました。まあ、一番はありがとうございましたですね。以上です。はい、ね、楽しければいいんで、ダンスね、楽しく踊ってください。これからも来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。